ウィーセンドです。本日も FIFA23 日本人縛りの監督キャリア、日本人だけで欧州を席巻する企画やっていきます。はい、本日はねプレシーズンマッチ2試合を戦う予定です。まずはね試合行く前に少しだけね選手の補強していきます。でね、現在のメンバーがこんな感じで、ちょっと足りないかなと感じているポジションがアタッカー、ボランチ、サイドバックで、まあ、特にサイドバックのね選手が不足しているかなと感じています。ただね FIFA23 に J リーグが搭載されていないので、そもそもね日本人のサイドバックで FIFA に搭載されている選手があんまり多くないんですね。なので今回の動画でやるプレシーズンマッチ2試合のうち1試合目は、サイドバック不在問題解消するためにサイドバック置かないフォーメーション3バックで1回戦ってみようと思っています。それでね3バックあんまり合わなかったらサイドバックねしっかり補強しようと思っています。というわけでサイドバックの補強は後にして、まずはねアタッカーとボランチの選手ね補強しようと思います。はい、というわけでねこちらが候補者リストです。前回の動画でたくさんのコメントをありがとうございます。コメントで獲得してほしいって言われた選手と、私がね勝手に選んだ選手をリストアップしています。それでは今回の動画で補強するのは、まずボランチ枠で田中碧、そしてアタッカー枠で中島翔也、あと上田綺世、最後に前田大然、こちらのね4選手獲得していきます。ちょっとねコメントいただいた選手全員獲得することができないのは申し訳ないです。選手のね数が増えすぎてもね結局起用できない選手がね多くなってしまうので、そこはすみません。まあでもね追加で獲得する可能性もありますし、あとはね冬の補強で獲得するっていう可能性もありますので、そこはね今後の伸びしろということでよろしくお願いします。じゃあね移籍交渉の様子はダイジェストでお届けします。ミッドフィルダー田中碧獲得成功です。ミッドフィルダー中島翔也獲得成功です。あれ、なんか私のヒゲが白くなってるぞ。バグか早速。なんでこんな清原みてえなヒゲになってんだよ。まあとりあえず上田綺世獲得成功です。さあ前田大然来たけど、雷の学ぶにめっちゃ似てねえか。雷の学ぶ獲得成功です。はい、ということで選手獲得したのでプレシーズンマッチね臨んでいきます。まずは順位表の方ね獲得しておきます。我々日清ゲッパーズは8チーム中3位と、この大会のねレギュレーションが正直分かってないんですけど、おそらくねこの8チーム中上位4チームが決勝トーナメント戦うみたいな感じだと思っています。グループステージはね残り2試合でホッフェンハイム戦とフィオレンティーナ戦がね残っています。まあしっかりね上のトーナメントね進めるように戦っていきます。それでは試合いきます。はい、まずはスタメン発表です。キーパーシュミット3バック右から冨安、長谷部、板倉、ダブルボランチが田中と森田、2列目右から堂安、久保、三笘、2トップ前田、上田です。はい、今回ねサイドバック不在問題を解消するために3バックね挑戦していきます。先ほど獲得した上田綺世、前田大然、田中碧がスタメン入りしています。中地もね左サイドで起用するスタメン起用する予定だったんですけど、まさかの左サイドあんまり適性がないっぽくて能力下がってしまうんですよね。これはね結構誤算っすね。私は薫と中地で左サイドスタメン争いしてもらおうと思ってたんで、まあ中地はね後半からトップ下でね起用すると思います。一応今回これらの選手たちはベンチ外となっています。それでは試合いきます。はい、ホッフェンハイムのスタメンはこちらです。5バックね結構硬いかもしんないけど、なんとか攻略したいところです。それでは試合いきます。 Watch now, live now, send out。 さあ頼むよ、プレシーズン2試合目演出がまたなさそうだな。今回アウェイユニでね臨みます。試合スタート。カオルが一回ドリブルで仕掛けていって、中の竹房、カオルを使う、通ってくれ、通るか、いや通らねえか、頼む竹房頑張れる、ナイス、綾瀬のキープからカオルだ、打ちたいけど打てねえ、ここ頼むよ。さあディフェンス集中したい、オッケーオッケー。サイドがちょっと全然戻ってねえな。カオルサイドハーフの選手一応戻る、ディフェンスに戻る設定にしてたけどあんまり戻ってきてなかった。まずいよ、ロングパスが当てられて、ここカオルのディフェンス頼むわ。ちょっとサイドバック相当苦しい、苦しいかもしんないな。マジ過労死するぞこれ。カオル頑張れよ、ナイス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 。
ここは頑張れる？カットしていいよ。綾瀬から大前、竹房に一回当てて、綾瀬にスルーパスを出していく。抜けるか？綾瀬ちぎれんのか？ちぎっていく。ドリブルでかくなって、いや外すの？マジか。ちょっとドリブルでかくなったかなと思ったけど、まさかのシンプル外し。いや、どんまいどんまいどんまい。スタッフオッフェンハイム上がってくるよ。ここはちょっとカオルが出ちゃって、カオルじゃなくて板倉コウ君が出ちゃって、カオルカバーしてくれるかな、その後ろのところ。ナイスナイスナイス、いいよ、ディフェンスいいね。ここは中へのパスコースを切って、カオル頑張れよ。まずいけどシューミット、ナイス。さあ我々上がっていきたいところ、堂安ががっつりパスミスして、頼むよリツ、自分でケツ拭けるか。ディフェンス戻ってもらって、いいよ、ナイス遅らせ。リツがカットできない、中に打たせたくない。最後集中、え、止めれなかった今の。シューミット止めれねえか今の。どうしたどうした、なんかあれだったか、見えなかったかシュートが。ちょっとここはしっかりリプレイで確認したいところだ。かっけえんだよなこのリプレイが。当たってたか今、まこっちゃんに当たってたかな、ちょっとわかんな、あんまりわかんなかったけど。バイタルの8番の選手に落とされて、当たってねえな。シンプルに、シンプルにいかれてんじゃねえか、シューミット。はい、0-1。さあ、ホッフェンハイム上がってる。危ね。ちょっとね、今のところ3バッククソやりづれ。今のところクソやりづれぞ、マジで。ここ縦パス当てる。サイドのカオル。いや、綾瀬に当てて、竹房。大前抜け出すか、いや、パス通るねえか。どうもいどうもいどうもい。ここ切り替えしっかりね。カオルの守備意識がだいぶ低いな。サイドハーフもっと低めの位置に設定しないとダメかな。ウィングバック設定じゃないとやっぱ厳しいかな。まずい。ミドル来て。あぶね。ちょっと下がんなよ。あぶな。シンプルに、シンプルにライン超えそうでビビった今。いいよ、カオルに当てんじゃん。綾瀬。大前一回竹房に落として、大前走らせてファウルもらうよ。ナイス。イエローナイスです。ここがっつり削られた竹房が。さあセットプレーも変わってるけど、ちょっとこれ短いの出して、パワーシュートじゃねこりゃ。まこと、まことのパワーシュート、まこと砲生きて、まこと砲カウンター警戒。まずいよ、まことちぎられそうだぞ。まことのペースは正直不安だからな。裏に行かれて、頼む、こう頼む、こうくん、こうくん、こうくん、やばいって。ねえ、ちょっとシューミットの動きがおかしいって。シューミットどうした？もうエイジ一択になるぞ、キーパー争いに関しては。苦しすぎんだけど。キーパーがどうした？マジで。ちょっとシューミット。ダニエル。はい、0-2。さあ、右サイド、リツ。一回大前に当てる。大前のポストプレイ。森田秀政がかわしてくよ。綾瀬に当てて、ヒデが抜けてく、いや、パス通ね、真ん中が勝ってえぞ、やっぱり5バックだから。まずい、裏に走ってるって、裏ケアした方がいい。まずいよ。パスで来る。コウ君の寄せ、ナイス。いや、押さえない。ダニエル頼む、あぶねえ。あぶな、枠外。さあ、竹房ボール持つ。ちょっと今んとこ攻撃何もできてねえよ、俺ら。マジで何もできてねえから。北島康介の行動版になってるから今。頼むよ、一回繋いで、律に当てる。コントロールシュート、どうすかこれ、いや、惜しいよ。綾瀬詰めれねえか。薫頼むよ、ディフェンス。マジで、許すなよ、クロスを。ここは我慢、我慢の D、我慢の D。いいよ、ナイス。やべ、剥がされるか。クロス入って OK。ナイス D、ナイス D。綾瀬から一回竹房。大前裏抜け頼む。苦しい。ちょっと苦しいって。選択肢が全然ねえぞ、攻撃の。まずい。打ってきて、うお、ぶね、入ったかと思った。さあ、もう前半ロスタイム。竹房に当てて、最後行こうぜ。綾瀬。苦しいよ。待って。綾瀬が重い。綾瀬が重いって。寄せていく、寄せていく。うん、前半終了。
はい、前半のスタッツこちらです。ちょっと3バックがね機能しなかった、かなり苦しい前半となりました。ちょっと3バックも苦しいんでフォーメーション変えます。 4-3-3 でいきます。このメンバーでいきます。選手交代は三笘薫に変えて伊藤洋輝左サイドバック、あと森田秀に変えて鎌田大ちゃんね入ります。はい、コンサート。さあ竹房ボール持って、一回股抜きパス見せたか、大地から竹房、打てねえか、いや打てねえか、オッケー、これ行こう行こう行こう、みんなで行こう、オッケー、クリアさせて、誰が拾うんだよ、誰もいねえってここに。さあホッフェンハイムが上がってきます。頼むよ、青寄せていいよ、裏に来るけど警戒はしてた、警戒はしてたけど、オッケー、ナイス、まこっちゃんクリア、ナイス、リツイね、一回ここちぎってもらって、竹房から青、一回くさび当てるぞ、大地からいいよ、リッツに出して、綾瀬中いるか、左足クロス行こうか、綾瀬落としてくれ、落とせない、うん、クリアして拾うよ、しっかり、青田中、いや竹広から落ち着こう落ち着こう、ここくさび入るね、ちょっと結構ずれてんなパスが、そんなずれるか、大ちゃんの寄せ、大ちゃんの寄せ、やべ、甲が前出ちゃったけど、まこっちゃんのカバーリングいいね、最高なカバーしたよ、ここはしっかり繋いでいく、マジで1点は絶対取るよ、収穫ある試合にしようぜマジで。いつから竹房、この2人のコンビネーション見てて楽しい、ここカットインしていく、キックフェイントから綾瀬がズドン、オッケーオッケー、ボール拾う、ボール拾う、綾瀬ナイス、オッケーオッケー、あちょっと俺背番号変えるの忘れちゃった、さっき獲得した選手以外は俺背番号いじったんだけど、綾瀬18番与えてくださいってコメント来てたもんな、ちょっと後で綾瀬に18番つけます。いやここ左足ズドンいいよ、シュート精度かなりいいよ、前半1回やらかしたけど、あ12オッフェンハイム来るよ、ここは寄せたいところ、まこっちゃんいいね、ここは大ちゃんに当てて、綾瀬から一回リツ行くじゃん、綾瀬が走り出してはいいな、ちょっとパス出せなかった、一回青につないで当てパス、大前抜けてもらう、大地、いやーちょもう一個出したかった、中に竹房いい感じに来てたからもう一個出したかったけど、寄せてくけど剥がされる、ヒロキのスライちょっとやったか、カードもらいそうだけど、アドバンテージ、やばいよサイド来てる、あちょっと選手変えねえともう70分じゃん、中地とか出したい、オッケーナイス、ヒロキ左サイドバック、ヒロキは普通にいいなマジで、全然強い、ここ大地が抜け出すか、ちぎれなそうだよな、いやカットインしたかったけど無理か、あー苦しい、ここ寄せたい、裏警戒ね、裏警戒ね、サイドもあるぞ、左あるよ、長いの蹴ってきた、竹広剥がされるか、アンヘリーナの低いクロス危ねえ、ナイスダニエル、ナイス、いやちょっとここのパスずれいてって、やばいぞ、打たすなよ、いやちょっとなんか変なの出てきたし、いやニア抜かれるか、ちょっと全然シュミットが信頼できねえんだけど、まずいな、中村康介も獲得した方がいいか、このリプレイめちゃめちゃかっけえぞ。はい、男の5枚替え。かなりのメンバー入ります。伊藤純也、中地、あと古橋京吾、遠藤渡、吉田麻也が入ります。さあ、ホッフェンのコーナーキック。簡単に許したくないけど、ナイス。板倉幸くん、ナイス。明宏がガンガン詰めて。いや、もう時間ねえぞ、80分。まずい。パス出されて早くねえか、なんか初速めっちゃ早かったけど、一瞬でちぎられた、誰今マヤがちぎられたかな、一瞬で、いやボールもらってからの一歩目の加速がめっちゃ早かった気すんだけど、かっけえこのリプレイがマジで。あー14ちょっと苦しいぞマジで、意地見せよ意地見せよ、すっげえプレシーズンマッチとは思えないタックル来たけど、大地から一回中地に、いいよレッドカードもらうのよ、中地ターンから落ち着く、渡る、大地、
苦しいよ。一回キープ、一回キープ。うん、強豪ちょっと真ん中硬すぎるって。サイド当ててカットインから中地の右足、いやブロックされる。ナイス競り勝ち。ジュンちゃんキープ、一回キープよ。ここダイレクトできたか、第一ループ、うん、いや入らねえか。第一のループ2試合連続弾行きたかったけど、中地が奪われる。いや苦しい。ここも寄せるよ。89分か、いやまずい。ここはサイドに、サイドの突破を許したくない。なんか空いてる、なんか空いてるぞ。打たすなよ、打たすなよ、マジで怖い。ひろき、オッケー。こっち行って、もう時間ねえな。試合終了。はい、試合のスタッツこちらです。まあ後半はそれなりに良くはなったけど、結構苦しい試合だったね。まあ3バックが無理って分かったのは収穫か。はい、選手の評価こちらです。上田綺世がチームでは最高得点で、シュミット 6.3 もあるか。個人的にはひどかったけど、かなりキーパー守護神川島英二が確定した気はしたけどな。枠内シュート6に対して4失点は苦しいぞ。はい、プレシーズン大会の順位表ね、こちらになります。我々は2試合消化して1勝1敗で現在4位と。まあ次の試合勝てばおそらく決勝 T にはいけるでしょう。決勝 T あるかは分かりませんがね。はい、先ほどのね試合でサイドバックのね補強しなければならないというのがねはっきりしたので、サイドバックね補強していきたいと思います。とりあえず左サイドバックできる人がねかなり少ないんですよね。中山雄太か、この小川亮也しかおそらくいないんですよ。で小川亮也に関してはねレーティングこれハテナってなってるけど調べたら70でした。対する中山雄太がレーティング66っていうことで、ちょっと低いかな66は。まあということなんで、左サイドバックはね小川亮也獲得しようと思います。あとまあ右サイドバックももう一人ね獲得した方がいいかなと思ってて、一応候補としては橋岡大ちゃん、あと、シンゴと、ムロヤセ、あと、内野隆、ウッチもいます。でね、彼らのレーティングは調べたところ、橋岡大ちゃんが69、ムロヤも69、そして、ウッチがね、60しかないんですよね。これはまあ、これからの選手って感じだよね。まあ、とりあえず、即戦力かつ、年齢もね、まだ若いっていうことで、成長見込めそうなんで、橋岡大ちゃんをね、右サイドバックとして獲得しようと思います。それでは、獲得交渉いきます。ディフェンダー小川亮也獲得成功です。ディフェンダー橋岡大樹獲得成功です。それではねプレシーズンマッチのフィオレンティーナ戦いきます。はい、まずはスタメン発表です。キーパー川島、ディフェンスライン右から菅原、富安、伊藤、小川、ダブルボランチに遠藤と旗手、2列目右から伊藤純也、鎌田、中地、ワントップ古橋です。さっきの試合の3バックの左サイドはなぜか能力下がったけど、4-2-3-1のね左ならなぜかいけるみたいなんで、中地はね左でスタメン起用します。はい、フィオレンティーナのスタメンこちらです。センターバックアスピリクエタ移籍してるっぽいです。マジで勝って決勝トーナメント行こうぜ。それでは試合いきます。今見よう、ライブで見よう、先導。さあファーストインプレッション、アスピリクエタ出てるけど抜かれてるのはがっつり鎌田大地だ。はい、試合スタート。さあ鎌田大ちゃんから強豪古橋、いいよ、サイドの稲妻、大地にクロスを、当たっちゃうか、トラップしようかな、ほら、うっと大丈夫、マイボール、危ない危ない危ない、ここしっかりね、いいんじゃない、レオ旗手がいい感じに来て、いや苦しいな、ちょっとユニフォーム若干見ずれは、そりゃ参戦。大ちゃん、細かい崩し見せていくよ。当てパス当てる。大地ズドンズドン、おい。さあ、コーナーキックです。ちょっと今回は時間切れ、現金で、適当に入れます。適当に入れて、競り勝って、いや。頼む、ここ拾ってくれ。りょうやが拾って、クロスよ。大地の頭無理か。レオ、頑張れ。ここでも拾って、いいよ、エンド渡るから、ここが空いた。いいよ。中地撃っちゃおう。中地、よい。さあ、鎌田大ちゃんからレオ旗って、中地行く。一回大地に預けて、中地、強豪。いいよ。細かい崩し、細かい崩し。いいんじゃねえか。クロス入って、
打たない。待って待って待って、密集しすぎ、苦しい、勝てーよ、カッチカチなんだけど。渡るから順や縦勝負で嬉しいよ。ここ空いた、渡る、どうしようどうしようどうしよう、マジで苦しい。順や押さえねえよな。レオ大地に、パスこぼれてきて、戻して中地が行く。オッケー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 、崩しきったよ。オッケーオッケーオッケー、中地がいた。これまたやっちゃった。これ好きすぎて、かっけえよこのパフォーマジで。いや苦しかったわ、行き詰まったもん、酸素途中足んなくなったけど、なんとかぶち込んだわ、なんとかパスつなぎきって、結局最後は中地ズドン。あ、1-0。さあフィオレンティーナ上がってくる。リョウヤいいね、リョウヤいいよ。中地から京吾じゃん、第一京吾抜けてくれ、京吾一回中地に行って、第一にいい感じにパス出して、これは純也に託す。ニア抜き無理か、いやマジか、キーパー止めやがったか。純也がキープ、男のキープして、いいよ、絵を旗って一回戻そうか。純也縦勝負からクロス入って、いや微妙なクロス、エイジに今日仕事させんなよ。 OK、 ここはスライディングしといてコースは消しとく。ナイスプレッシャーナイスプレッシャー、いいよマジでいいぞこの試合。京吾が裏抜け見せてこうぜ、京吾の裏抜け出しに使って、純也京吾にパス出して、頼むよこれは。 OK、 オフサイドもないよな。 OKOKOK、 完璧な崩しいったわ、いいね京吾。京吾なんか可愛くなっちゃって、おなんかゲームパフォ、今ランダムパフォやったのに、これジョタの新しいゲーマーパフォじゃん。ジョタ FIFA めっちゃうまいらしいからね、あのリバプールのジョタね。いや完璧な崩しじゃねえか、快速アタッカー陣で仕留めたぞ。はい 2-0。 ビオレン左サイド上がってきてる、右サイドでした。左と右の言い間違いクッソすんだよな、シンプルにクソガクねえやつとか思われるかもしんないけど、さすがに左と右わかるぞ。伊藤純也の突破見せよっかな。いやでもこれ強固に出そうか、いやパスオネか、いやマジか、ちょっと浮かせてもよかったな。いいよ切り替え切り替え、そこ日進月発だから成長すればいいだけよ、左と右も言い間違えないように成長するだけよ。やばいよ裏疲れて、 OK ナイス渡る、いいね、ここつなごうか。雪なりから純也、強固がなんか結構下がり目のポジショニングしてくんだよな。大ちゃんに出して、いやパスオネか、今の大ちゃんの動き出ししっかり見てたけどな。ここは OK、 ゆきなりいいね、ディフェンスも頑張ってるよゆきなりが。第一、いや待ってトラップ乱れるか今の。りょうや頼むよ、右サイド警戒しておく、いいねいいね、りょうやしっかりしっかりやれてるよ。 OKOKOK、 相手ボールだけど全然いいよ。ここもりょうやがクロス上げさせない、りょうやとしょうや、しょうや、しょうちゃん、オッケーオッケー、ナイスディ、りょうやいいよ、りょうや。さあ、フィオレンのショートコーナー。中地がクロス許して、頼む、クリアしたい、オッケー。渡る、頑張る。京吾、いや、拾えねえか。ただ、プレッシャーかけるよ。りょうやのディフェンスいいね。りょうやも普通に強えぞ。京吾からどうしよう。中地でいいか、まあ、シンプルに中地じゃん。中地、早えぞ。ズドン、うん、いや待って入んねえか、純也が拾って出すな、切り返す、ナイスサポート、レオナイス、大ちゃん来てくれ、ちょっと浜田大ちゃんサポートナイス、一回落ち着こうが、一回落ち着こう、渡る、あ前半終了でした。はい、前半のスタッツこちらです。全然俺らのやりたいことできてるよ、このまま行こうぜ。はいコンサート、フィオレンティーナ上がってくるよ、縦パス入る、前向かれて打たしたくないけど、エイジやっぱエイジだよ。さあフィオレンティーナのコーナーキック、ショートコーナーで、やべ危ね、まずい、はっきりしよう、はっきり、オッケー、はっきり、エイジが抜かれてオフサイドもない今の、いやマジか、エイジでも止められずか、いやオフサイドあったろ今のマジ、いやちょっとはっきりしきれなかったな、出てねえか今の。はい、2-1。
さあ左サイド中地、一回レオナイスサポート、兵庫にセルティックライン行って、兵庫が普通に速いぞ、折り返しを、いや打てねえ、カットされるか、どんまいどんまいどんまい、ここも寄せてっか、涼也が早めにプレッシャーかけていって、オッケー、ナイス遅らせ、裏来るぞ、涼也、涼也頑張れるか、涼ちゃん、涼ちゃんが突破許す、まずい、中切り込んでくるけどオッケー、なんでスルーした大ちゃん、オフサイない、ないか、ないっぽい、オッケー、ナイス、雪なりもいいよ、遠藤渡るくんからレオナイス上がり、中地にスルーパス通したい、オッケー、誰か中入ってこい、中いねえぞ、ちょっとあんまり、あちょっとパスタイミング出すタイミングミスったけど、大ちゃんから強豪、もう一個パス出したかった、いや最悪、ブロックされるだろ今のは、まずい、走ってる、オッケー、ヒロキいいよ、まずい、リョウヤ裏ケア頼む、遅らせよ、でかくね、この右サイド、オッケー、ナイス、強いぞ普通に我々が、強豪、夜中時に行って、大地にオッサイはないでしょ、純也いけんじゃね、走り勝って右足、いやマジか、純也めっちゃ速い、純也の稲妻感が去年より強い気すんな、なんかまずくね、ここ危ね、ナイス、いいね、ヒロキいいよ、フィオレンティーナ左サイド来てる、もう一人来たぞ、もう一人来たぞ、いいね、雪なりさすがっすわ、これは純也使う、強豪にいい感じに出したいよ、強豪来たんじゃね、これループ、いや頼む、誰か、いや最悪、ズドンでよかったわ、いきりループしちゃった、やばい、サイド潰したいよ、ここ早めに、最悪ファールでもいいけど、オッケーオッケー、ナイス遅らすか、やべちょっとミスった、まずい、もう一人も来てる、オッケー、伊藤洋樹もいい、いいよ、純ちゃん、純也が走ってるから一回託す、大ちゃんから中地、いいんじゃない、ファーサイド純也もいるぞ、入ってこい、純也無理か、ダイビング、男気は見せたけど、ザキオか、あの人ザキオかじゃないよね、今右サイドいたの、ここプレッシャー潰そう、潰しとこう、最悪ファールでもいい、やばい、走ってきてる、真ん中もいる、真ん中もいる、ヒロキがプレッシャーかけて、オサイ、オサイだろ、危ね、ナイスエージ、はい、男の6枚替え、これらのメンツ入ります、頼むよ、マジ集中ね、さあ森田秀でボール持って、綾瀬が動き出してはいる、抜け出して綾瀬、オッケーオッケーオッケー、綾瀬の男気ボレー、綾瀬のスーパーボレー来た、オッサイなかったか今、普通に俺オッサイかと思ったけど、待って、めっちゃサーカス団決めた、これはすげえ、オッサイない今のマジで、やばくねえか、このボールにジャンピングボレーで合わせるサッカー選手いいんだ、はい3-1、さあフィオレンティーナ上がってきてる、ちょっと怖いけどエイジ、やっぱエイジだな、この男はほんと物がちげえわ、さあセットプレーフィオレンティーナ、85分でもうキーパー上がってきてるぞ、行こうぜ行こうぜ行こうぜ、取れ取れ取れ、85で上がってくんの早くねえか、やべえ、まずくね、大丈夫、マジでさっきの綾瀬のスーパーゴール、スーパーゴールがでけえけど、こうなってくると、いやマジか、なんかあっさりあっさりいかれちゃった、これはエイジでも止められずか、はい3-2、ちょっとマジでセーフティーでもいいよ、勝ち切ることほんと重要だから、綾瀬から中地、一人で勝負決めるか、縦に行って奪われんなよ、オッケー、森田秀樹から、これ誰だ、まこっちゃん、中地、いいんじゃないか、匠の細かいステップ、細かいターン、いいよ、ボール奪われない、ロスタイム2分、ここ、いやーパス飛んねえか、まずい、あと1分、マジでドラマいらね、涼也の裏ケア、一回ライン上げて、もう終わりだろ、終わってくれ、ファールでもいいぞ最悪、 OKOKOK 勝利勝利勝利、はい、試合のスタッツこちらです。最後の方ちょっとヒヤッとはしたけど、まあ我々が勝利に値したでしょう。はい、選手の評価こちらです。評価点は結構高い人いるね、綾瀬と京吾 8.1、 中地も 8.0、
ジュンちゃんがマンオブザマッチの 8.1 と、エイジはエイジ。エイジ 6.3 か。まあでも、あ、そっか、2セーブしかしてねえのか。まあでも結構スーパーセーブではあったよ。失点した時もまあしょうがない感じだったし。まああとは綾瀬だろ、スーパーゴール。あれはスーパーすぎた。ちょっとリプレイでもう一回見ようぜ。綾瀬のゴール天才すぎた。これ、マジのスーパーゴールだろ。これ、だってこれ本当にクレイジーすぎるって。これにジャンピングボレー、この後ろからの浮き球をジャンピングボレーで合わせる判断はマジでクレイジーすぎる。これ本当にプスカッショー並みだろ、これは。はい、まさかのお知らせ届きました。Y 仙道さん、残念ながらヨーロッピアンインターナショナルカップの決勝には進められませんでした。決勝トーナメント。私、決勝トーナメントだと思ってたら、上位4チームが上上がれるのかと思ってたけど、まさかの上位2チームだったっぽいっす。我々は3試合戦って2勝1敗で、勝ち点6の3位と。となると、ホッフェンハイム戦の3バックで挑んだの痛すぎんな。まあ、しょうがないっすね。3試合戦って2勝1敗と、まあ、上々のプレシーズンではないでしょうか。はい、続いて今後の日程です。プレシーズンの試合はね、今回で終了しましたので、次回からね、いよいよプレミアリーグ開幕します。開幕戦はエバートンとの一戦になります。選手の補強については、8月31日まではね、まだ選手獲得できるので、なんかね、こういった選手獲得した方がいいんじゃないかとかあればコメントください。一応ね、次回はね、何選手か獲得しようとは考えています。というのもね、今回のホッフェンハイム戦がね、結構苦しくて、なんかこう、5バックでガチガチに固められてたと思うんですけど、そうなった時になんかこう、崩せるプランがあまりなかったので、まあなんかこう、スーパーサブというか、飛び道具的なね、なんかオプションになるようなね、選手を獲得したいと思っています。それではね、今回はここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとか、ぜひお願いいたします。それでは、ありがとうございました。さよなら。